って。待てよ、てめえ、この野郎。殺す。だしねえよ。お前、全殺し確定な。後悔すんなよ。待ってよ。あんただよ。ちょっと。おい。てめえだ。殺すぞ。お。気分ないちまったぜ。そんなに急がなくても。
ちょっと待った。あっちゃあんたに会うためわざわざこうしてきたんだ。そんな急いで逃げようとしなくてもいいんじゃないの？俺は何も知らない。本当だ。俺は何も知らない。本当だ。あれ？おかしいな。まだ何も聞いてないのに。なんか隠してるの？あんた。違うんだよ。俺はカッチャンに頼まれただけなんだ。多分ここに金貸しの社長が来るはずだから、そしたら軽く追い払ってくれって。カッチャンって勝也のことか？そうだ。大阪芸能の社長の勝也だ。どうして勝也が俺がここに来ると？さあ、よくわかんねえよ。ただ、そいつは明後日のコンサートを開かせに来るはずだから、そうなったら絶対に突っ張れてくれって言われて、それで。だから大阪工業系の組員たちがこのビルを警備していたわけね。で、あんたはパクさんから受け取ってる3億を持って高飛びしようとしていたのか。違う。今から大阪に行ってこの金を返しに行くつもりだったんだ。まだパクさんの墓前に手合わせてもねえからな。よく言うぜ。パクさんと交わした契約を破棄して勝也に乗り換えようとしたのはあんただろうが。だからそれも違うんだって。俺はカッチャンの指示に従っただけなんだよ。パクさんとは全部話がついてるって言うからさ。一体何の話だ。死んだパクさんが勝也とどんな話をしたって言うんだ。ごまかすのも大概にしろよ。ごまかしてなんかないよ。カッチャンが言うんだから間違いない。だってカッチャンとパクさんはこの20年間ずっと互いに支え合ってやってきた仲なんだよ。誰が何と言おうとカッチャンがパクさんを裏切るようなことはするはずないって。は？どういうことだ。勝也とパクさんがつながってるだと？おう、そうだよ。俺はカッチャンの元マネージャーで、あいつらがこの町でスター目指して頑張ってた頃からの知り合いだ。パクさんもカッチャンも夢半ば表舞台から去り裏方に移ったけど、以来ずっとあの二人は親友のはずだよ。なんだと？これは。20年前一度だけ撮った写真だ。二人の後ろに写ってるのが当時パクさんが付き合っていた男だ。確か真島とかいう名前だったっけかな。ちょうどその写真を撮った直後、かっちゃんが撮影中にスタントで大怪我しちゃってね。かっちゃんは引退を余儀なくされた。そのピンチを救ったのもパクさんとその真島という男だよ。真島さんが？ええ、アクション俳優だったかっちゃんがこの業界で生きていくには裏方に回るしかなかった。だが競合ひしめく東京で事務所を立ち上げるなんてことは容易にできない。それで当時芸能系事務所が少なかった大阪に渡り、現地の極道連中と話し合い、大阪芸能の立ち上げを世話したのがその眼帯の男だよ。その後真島とパクさんは別れてしまった。結局パクさんもかっちゃん同様大阪に渡り芸能事務所を立ち上げた。だがそれも全部あの頃の夢、お互いがスターになるという夢を叶えるために手を取り合って頑張っていくためだったんだ。でも確かダイナチェアと大阪芸能は犬猿の仲だと聞いていたが。
それ表向きにはね、そうやってライバル関係ってことを業界内にすり込んで話題作りをしていただけだよ。あ、そういや確か何年か前にパクさんところのアイドル2人組が大阪芸能に移籍したんだけどね。 T セットの話か。そうそう、あれもさ、パクさんがかっちゃんに頼んだのよ。あの T セットの2人ってのは強烈なライバルがいないと飲みない。だからあえて大阪芸能に移籍させて、ダイナチアが育てたこと対決させて育てたいってパクさんが考えそうな作戦だよね。となるとパクさん、それに勝也、さらには真島さんまでが知り合いだったってことか。知り合いどころじゃないよ。真島って男もパクさんとは連絡を取り合ってないみたいだが、かっちゃんとは今も頻繁に連絡取ってるみたいだよ。かっちゃん、東京に来るたびに真島さんのとこを訪ねてたみたいだから。なんだって？それじゃあ真島さんと勝也は？うん、今も知り合いっていうか、かなり親友に近い関係なんじゃないかな。なんてことだ。それじゃあ勝也がコンサートを中止させたがってるってのは他に何か理由が？中止？え、なに？延期じゃないの？延期？うん、だって俺はかっちゃんにあさってのコンサートを1日後ろにずらしてほしいとしか言われてないけど、なんかあさってじゃ新曲の振り付けが間に合わないからとか言ってたけどさ。あの勝也って男、一体何を考えてるんだ。そうか、秋山が社長に会ったか。分かった。それじゃあ例の計画進めてくれ。